はい、皆さんこんばんは、しもねー。さあ、今回はね、モノブロスとモノブロス最初で緊急とりあえずやるんだけど、俺なんか虫の茂み買ったよね。これか3つ目。買ったのに触れずにいたわ。多分、土星楽に相続かな分なんじゃん。大七星。いや、しょぼ。でもなんか多分ドスエラクレスと王族カナムも出る気がするね。で、もう一個虫の茂み増えるはずだから、多分それでマレコガネとかレアな、上位のあれが出ると思うんだよな。で、鬼神残波島の素材も揃ったから作ると、ビートセーバーと比べてもあれだよな。あ、でも切れ味青はビートセーバーの方がちょっと3ぐらい長いな、多分。まあ、雷属性持ちで切れ味良くて攻撃力もこんだけ高いってことはやっぱ強えよ。で、次が最終強化の、帰国残波島だね。確か。これ、あ、鞘が変わってるわ。で、素材は、あ、まあ、特選アルビの上位弱 G 級のフルフルのレア素材だね。これ以外はまあ簡単やな。で、これさ、毎回この猫が変わるからさ、見てるんだけどさ、なんかその酒さんとか乳製品さんがね、出てこないんだよね。レアなのか、まだダメなのか。とりあえず猫が足りないとあれだから、まあ、酒にで、これがな、ドンキオーダー持ってるこっちでいいか。そしたら、モノブロスはあの、氷が一応弱点だから、まあ、足切るからね、多分、10とか20ぐらいしか氷取んないと思うんだけど、まあ、ええやろ。切れ味緑がすごい長くなったから、ようやくなんか使える性能になったかなって感じだな。極秘以来、2頭の一角竜。お前、こんな雑穀へ極秘扱いにするな、お前。潜っとるな。これ、どうやったら出てきて、あー、一気、オッケー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 。原始からやるべ。でね、なんかこれずっとさ、上位でやってくるモーションなんか上位モーションって言ったじゃん。ただ、ネコートさんの、杭は G 級モーションらしい。で、これなんでかっていうと、多分、あの、元はあの、モンスターハンターセカンド。では、ネコートさんはいなかったのね、あそこに。で、セカンド G になって、まあ、あの、G 級が集会所で解禁されて、村クエも上位を足しとこうってことで、こう、なんか出てくるの早くね？追加されたんだけど、多分それでね、G 級モーションだと思うね。待って、足の削りやばい。待って。いや、ちょっと本当にね、あの、改装備じゃちょっとやばくなってきたな。ダメージ半端じゃないよね。これ怒ってないんだもん。そろそろなんかに変えた方がいいな。で、あれよ。モノブロのその G 級モーションに期待だな。なんか突進の後に潜るとか、なんかそういうしょぼい系だとは思うんだけどね。なんか出てくるの早くない？これが G 級モーションだったりしない？モノブロスの。単純に出てくる速度が上がるっていう。まあなんか、割と驚異的だと思うんだよね。ほら、早くない？俺すごい早いと思う。こう、地味だけど割と脅威なはず。え？待って、一回しかランブしてないよ。氷属性めっちゃ通るの関係あんのかな？わかんない。その尻尾切れる切れないに氷が関係あるの分かんねえ。まあ、ダメージ量で切れるから、あ、今のかな。やべ、何が G 級モーションかマジ分かんねえな。わ、あっという間に終わったわ。6分だ。やっぱ強くなってる。すっごい強くなってるわ。自動マーキングがこういう真似ができるからいいな。うわ、ちょっとでかくね？でけえよ、おめえ。すくすく育ってんじゃねえ、健康的に。なんてやつだ、こいつ。多分降りると分かるてかさ。いや、でかい、でかい、でかい。いや、さっきのモノブロがちっちゃいのか。いや、でかいよな、これ。あ、早い。こいつも早い、出てくんの。あ、2回連続やってきたね。これ、どうだろう。ちょ、これ、でかすぎだって、これ、やばいって、マジで。だって、足が俺の身長より高いもん。ね、あのさ、あの、ゴミ害役モンスターなんだけど、潜ってりって、潜ってりって、もうさ、8億回くらい繰り返してる。助けて、誰か。潜んな、潜んな、潜んな。おーい！え？ホーミングやば。体でけえ分、ホーミングがえげつないことになってるぞ。うわ、マジかよ。
すごい、勝利の方向。めっちゃ勝利の方向上げてるじゃん。今からストラックアウトも見せたるわ。いくぞ、これが真のストラックアウトや。見たか。完璧。やばい、二つの予感がする。よかろう。俺を二つさせたお前にこの人間のシビリアナの文化を体験させてあげよう。どうだ、もう行ってくれ。やばい、マジでサフンするから本当に行ってくれ。やばい、風圧が思ったより強すぎる。潜ったらけど、あれで死ぬ。終わってくれ。怒るだろ、怒るだろ。オッケーオッケー、怒って怒って怒って、全然終わらない。誰か助けて、本当に。やばい、スタミナがない。終わってしまうのかね。やだ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 ー。あぶねえ。くそ、あぶねえ。もうグレード2個しかねえわ。どうするこれ。これ先行玉1個で倒すしかない。なんか勢いで強制薬飲んじゃった。これホーミング性やばいからマジで。え、怒った、怒ってないよね。怒ってない間に先行で倒したい。よし、これでやるしかないぞ。絶対エリア移動するな。オッケーオッケー、エリア移動すんなよ。でもね、普通に弱ってたらもう逃げてるはずなんだよね。ってことはまだ弱ってないから、この先行1個で終わるだちょっと考えにくいな。え、モノブロスと全然違う。あっ、あっぶねえ。肝冷えたー。全然こいつの方が強えやん。シンプルに接戦だったわ。おお、流玉2個もれた。これはまさかモノブロハートじゃないか。そういえばね、大名、上位の大名やったらね、モノブロハート出たんよ、集会所の。流玉2個でかいな。いやー、雑魚食えとか言ったのがしっかりフラグになったな。しっかりと荷物をかましていくっていうね。あー、やっぱりでかかったんだ。キングサイズだ。俺の目に狂いはなかった。さあ、何が出るかな。モノブロスとその足を同時に倒すとはさすがだ、ハンター殿。では、その実力に見合うレベル8のクエストを紹介させていただくとしよう。手強いモンスターも多いし、貴殿一人ではなかなか大変だと思うが、くれぐれも気をつけてな。ふむ、つまらんものだが、貴殿にこれを進呈しよう。進呈しようで合ってる。何かの役に立つであろうよ。ではまた。勇気の証、これもう100万個持ってんだけど、それ。ガブラス15、ヒプノック2、ガノト、ガノトアッシュ、ガルルガ、モノブロス、ヤンクック乱れ打ち。ヤンクック複数とヤンクック足複数。バサルモスナ季節。将軍様の味覚。え、将軍2匹からしかないのか、マジか。ドドドブランゴ。で、大型。大型だ。なんかパッとしたクエないよね、やっぱり。あ、集会所のハンターランク5になったからか、それとも村クエがレベル8になったからかわかんないけど、ユニオン鉱石出るようになったぞ。よっしゃ。あー、やっぱ遅くかなも出るね。ってことは、ドセラクレスも出るだろうな。でさ、こっち虫の木もまさかマレコガネが出るようになってたりしない？だって火山行けるようになったんだもんね。ワンチャンある。そしてここで、見せるぜ、修行の成果を。ここダメか。出たりしない？ダメか。ね、これ火山に1000ポイントやったらさ、極遠石2つとさ、なんだろう。太古の塊とかさ、あとはマレコガネ取ってきてくれんじゃん。ちょっと試しに1000ポイントでやってみようぜ。で、これ虹が出てるとね、いいんだって。虹が出てる。さすが持ってる男か。虹について話した瞬間に出しまったよ。え？なんてこった、まさか。まさか。なんてこった。匠と達人がついてるぞ。モノブラシアッシュ。え、これも上質な角必要なの？待って、上質な角2個、上質な角の3個、で貝の角が2つ、上位の角が1つ、4つか。だから今42か。42で42で、え、44だ。え、貝の角4本と上位の角4本で確実に出るわけじゃないじゃん、両方とも。貝のは確実なんかな。え、で、それでさ、両方とも4個ってことは最低8回。どんだけ運が良くても8回で、もう運が悪かったら出ないから12回ぐらいってこと？おい、嘘だろ。いや、さすが俺を荷物させただけの防具ではあるね。
やりやがるな。さすが我が宿敵だわ。いや、みんな言ってくんだよ、こうギザミ装備作ればよし玉みたいな、優秀だから普通にっつって。でもさ、ギザミ装備が優秀ってことはみんながやっぱつけてる防具じゃん。俺みんながつけてる防具つけたくないねん俺。これはやるしかないんじゃないか。耐性ゴミだなこれ。耐性が低いね。ただこれやるしかないと見た俺は。これ神からの天命だと俺は今受け取ったよ。いやこれ見て、モノデビで言うさ、モノブロハート使うんだ胴体に。俺がザザミでモノブロハートゲットしたじゃん、たまたま。それはこの時のためだったのか。やっぱり神の天命だったかこれ。ザザミが杖なんてことはさ、もう小鹿だって知ってるわけ。生まれたてのもう足がガクガクでブルルルってなってる小鹿だって知ってるわけよ。これ作るしかないでしょ。ちょっと待って、火山のクエストがさ、マジでバサルボス2体以上とか、超2体以上とか、なんか、うんちみたいなクエストしかないんだけど。お、マジ、あ、そうだ、集会所もあったら。あ、これいいじゃん、ガブラス20頭だ、オッケーオッケーオッケー。これのついでに、モノブロ U に必要な、極遠石とマレコガネをゲットしに行くべ。んー、こんなのあったっけ。極上ザザミソウ。ザザミソウが確か150ポイントだから、600ぐらいありそうだな。で、ここよ、やっぱりメインは。太鼓もの、太鼓系も出るし、極遠石も多分ここからが一番確率高いんじゃないかな。誰ならラオシャンロンの双剣作りたいって言ったけど、やっぱり太鼓系から作れる風流系超絶一門、作りたいかな。セカジーと言ったらあれだし、やっぱりビジュアルがあっちとか何億倍もかっこいいからな。全然出ねえじゃん。一個も出ねえよ、おい。え、終わっちゃった。ダメか。あ、やっと出た。ようやく、持ち帰れるもの出たよ。ここ、マレコガネポイントかな。なんか、この10番の手前の変なところでやっぱドセラクレストが出たから、そっちの気がするな。ここはなんか、ザコムシポイント。ロイヤルカブトポイントな気がするな。でも、ロイヤルカブトはね、ポイントになるから、ポッケポイントになるから。なんだお前、お前、ドヤ顔でお前、いっぱい出てくんな、お前。ここ、ここ、ここ。ここのイメージが強いけどどうだろう。もう。ゴッドカブト。ゴッドカブトもポイントかな。あ、もう終わっちゃった。ゴッドカブトで最後だ。ゴッドカブトは生産アイテムだ。神々しく輝く甲冑、コレクター、水、え？これ読めないよ。むずすぎるだろ。コレクター、水なんとかの超人気アイテム。ゴッドカブト。もう、ガブラス氏のせいじゃん。めんどくせえ。ただ、あの落とし物が、竜の大粒波だったら、俺はガブラスに土下座するわ。カモン！ナイス！よしよしよし。よーし。あ、20分以上もやってたんか。疲れたわ、なんか。ねえ、これポイントやばいんじゃないの？めっちゃ取ったよ。6250。あ、ゴッドカブトが1000で、ロイヤルカブトが200で、極上ササミツが750か。買えるんじゃね？あ、サイクスポイントプラス3が出た。ただ虫の茂みだな、ここは。そうだね、ユニオン鉱石とノバクリスタルが多分出るとは思うんだけど、まあ、今虫だわ、虫。極遠石はそんな確率低くないからな。いや、そんなこと言ったらマレコガリもそこまで確率低くないか。いや、でもそうじゃないな。やっぱり安心感だよね。こうクエから帰ってきても、まだマレコガネが取れる場所があるんだっていう、そういうあれよ。ん？こっちじゃなくね？ちげな、こっちだ。4つ目だ。に、え？え？ちょ、ま、あー、カンタロスの薄場か。あ、まあ、クモの巣はネットになって落とし穴の中から別にいいか。で、これが、多分ね、上位になったからマレコガネ出るようになったと思うんだよね。王族カナムンとドセイラクレスの枠がマレコガネと何かに更新されてると思う。よっしゃ、来た！黄色があったらマレコガネ来たんじゃないか？よっしゃー！で、極遠石はこいつが取ってきてくれたと俺は信じてる。バカ野郎。え、待って、新流木ってこれ山つかみの素材じゃん。お前なんで火山で山つかみ何寝てた火山で。ちょっと待って、俺最悪なことに気づいたわ。これさ、モノブラッシュが2頭同時でしかねえんだ。
モノブロスって村会限定で周回じゃないクエストだからね。おこれマジモノブロス足と角を俺4つ取りに行きたいのにこれを4回やらなきゃいけないってこと。しかも4回で終わるとは限らないし、マジ。ちょっと短いけど今日はこんなもんかな。なんか採取してたらめっちゃ疲れちったわ。火山であっちいいからなんかこっちも汗かいてくれてさ。で明日からあのアイスボーンのベータ版があるじゃん。だからまあ1週間ぐらいはセカジー投稿しなくなるかも。アイスボーン投稿し終わってからセカジーって感じかな。てか今風がピークというかさ、咳もすごい出るし鼻水ダラダラで今採取してないよね。鼻声とか言われるしさ、いやーちょっとやばいね。ここに来て風がピークになってしまうかっていう。俺の人生で一番大切なアイスボーンベータ版の前日に風がピークを迎えてしまうっていうね、一生の不覚。さらば。